警察、旭川機動警察隊が酔っ払いの時対応中。事故か。怪我人は驚いた方に向かう。揉め事の現場から目と鼻の先にあるコンビニ、ワンボックスカーバックで壁にぶつかった。どちらにも大きな損傷はなく一件落着かと思ったが、どうしたよ、バックと前進とかさ、まさか電車さんある？免許証忘れちゃった。男は免許不携帯。さらに、嘘、遅くとかもいない。なんかちょっとなんだろう。なんかちょっとあれだわ。口回ってないわ。ちょっとここだ。これはいろんな意味でまだ見える。それだけなのさ。今当たったら出るからさ。免許証ないのか、免許証別ないのか、免許証別ないのか、免許ないの、一回も取ったことない。なんと男は無免許、思わぬ展開になってきた。お互いにステップしてもらうけど、まずこれどうやって膨らみますか。もうちょっと男からはかなりきつい酒の匂い、そして目を超える。どれだけ飲んだのか。ねえちゃん、なんか、もし免許を持っていれば即取り消しとなる数値、あまりに危険な状態だ。まず警察官も歩いて、保安室も歩いて。ビールをジョッキで5杯、日本酒2合を飲んだという男、たまたま入ることしたコンビニで車をぶつけ、それをたまたま近くにいた警察官は見ていた。しかし無免許に飲酒、その結果は、コンビで運転しますよ。はい、2時15分ね、地球便運転の現行犯で逮捕。警察官はこう察する。やってしまったことはしょうがないから、これがどう立ち上がってるの。